おはようございます。おはようございます。今回もレジ吉田さんと向こうさんと一緒に高橋久典さんを迎えしてお話を聞いていきたいと思います。今回はですね、はい、高橋久典さんにとって、うん、プロ入り後初の監督である長嶋監督についてちょっと詳しく聞いていきたいなと。そういうとこなんかいっぱいありそうな感じしますよね。ドラフト会議で副指名をして巨人に入団しましたが、はい、最初に長嶋監督とお会いしたのはいつですか？一番初めにお会いしたのは入団会見の時かな。今ないですけど逆指名っていう制度があって、逆指名で僕は入ってたんですけど、はい、で入団会見があったんですけど、その入団会見の時に初めてお会いしたと思うんだけど、どんな感じだった？いやもうなんか五光が差してるというかその当時スーツだったんですよね、はい、監督がでっかい人だなと思ったんですけど、ここにこうなんか北斗の拳みたいな、あーお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 ー自分が長嶋さんの横に座ってるっていうことがちょっと信じられなかったね。監督がいて、はい、でドラフト1位、2位、3位、4位、5位だったんです。もう本当覚えてないぐらい興奮してましたね。だから基本的には我々が見たままのこうイメージ通りの方なんですか？いやもうまさしくその通りの方ですね、はい、まあでよく言われる名前を間違えたりとか、はい、代打可愛いとか言っちゃったとか、はい、っていうのはもうあんなの2勝3敗ですね。ピッチャーを間違えたりとか、僕は直接見たことないんですけど、はい、ブルペンの人たちが名前間違えて行かなくちゃいけなくなっちゃったっつって、ブルペンで座ってた人がそのまま行ってマウンドに5球で作って投げたっていう演出。柏田さんって名前間違えるっていうのは僕結構言ってるんですけど、うん、僕あの名古屋ドームで選抜する時だったんですよ。で試合の準備をするんですね。でサロンであのご飯を食べるんです。そしたら長嶋さんがあのまだ練習始まってるのフィューッと来て、おー久典なんだ今日なんだ、あの今日すいませんって、おーそうかってまずそこなんですよ。それは知らなかった。マジでそうなんですよ。フルーツとか並んでるんですね、いっぱいあのパンとかおにぎりとかが並んでて、フルーツからスタートなんですよ。入り口入ってすぐフルーツなんですよ。でそこにスイカがこうちょうど夏前だったんで、夏だったんで、ちょうどこう三角形にバーンってきれいにピラして、スイカ、グレープフルーツ、パイナップルとかそんなの並んでるんですよ。こう手組んで、パーって見て、パって全部ダメだよ。一つを全部じゃなくて、そう、頭だけで種もないし、一番美味しいと甘くて一番美味しいところらしいんです。誰も注意しないです。うん、できないんですね。小学校2年生の子供でもしないし。そうですね。ねえ、もう皆さん分かってるのね。多分最近ちょうどない、あ監督食べたなっていうので、多分そのまま皆さん食べるんじゃないですか。すげえ、生で見れたんですね。ちょっとね、笑いそうになっちゃったんですけど、でも、あ、本当なんだっていうエピソードです。面白い。初めて会話したのはですね、はい、4シーズンだったからじゃないですか。どんな話？たまたま1年目の OL の時ですよ。2戦目のプレミアムって言われて、その時僕5戦目投げてたんですけど、完封したんですよ。はい、初めての完封だったんです。初登板、ルーキー初めての完封で、それで長嶋がその福岡ドームだったんですね。で帰って東京ドームでもう1戦あったんです。その時にトイレで「さあよかったな、お前ナイスピッチングだったな」って言われたんです。ありがとうございます。じゃあそこで2、3回こうやり取りしたのが多分初めてぐらいの、2月からずっとやってきて、やっとまともに会話できたのは本当シーズン最後の試合でした。それぐらい長嶋さんって上の人だったんですよね。存在がもうちょっと別格で、もう野球界の本当ね、あの神様みたいな存在で、呼ばれるとかっていうことはなかったわけですね。そうですね、たまたまトイレで出会ったりとかであって、でもこうやって呼ばれてっていうのはなかなか多分長嶋さんしないんじゃないですかね。うん、松井さんとかそうですね、あ、はい、あの吉野部だったり、はい、まあ今日朝だったり、それのレベルじゃないですかね。あんまり投手陣は見ない感じだったんですか？いや、はい、厳しかったですよね。あの勝負に対してはすごく厳しかったです。はい、やっぱりピッチャー打たれるともう本当に何やってんだって怒りますし、うん、僕らの時やっぱりピッチャーが少し力がやっぱり、まあ、劣るし、ちょっとなんか打つ方の選手の方がやっぱり目立ってた、はいはいはい、打って勝ったっていうイメージがすごくその当時あったんですけど、いやそうですね、うん、そのトレードとかその FA とかで取るのはやっぱり野手陣が多かったですね。そうですね、その時は。だってもう僕が入った時、江藤さんと工藤さんが FA で入ってきたから、はい、ダリル・メイって2人、そこでもうローテーション2人決まったんですよ。カーラがいて、村田さんがいて、内藤さんがいて、アルベスがいてっていう時だから、6番目の椅子を誰が争うんだっていうところで、うん、この人知って、はい、話したんですよ。
で長嶋さんはその時左ピッチャーを多く入れたかったっていう話なんですよね、うん、工藤さんとダリル迷惑も決まってるから、はい、もう一枠どういうふうに自分がしてやらないといけないのかっていうのを1年目から研究しながら見ながら、6番目の椅子を小野仁志だったんで、はい、意外と楽にこうポンと取れちゃったちょっとコントロールが気持ちもねすごく優しい子なんで、もう持ってるものはすごいんですけどね。そうかな、そうかそうね。まあね、僕ちょっとやんちゃなことして、ちょっとビールかけるときに塗装を犯したりとかしちゃったわけですよね。あのティーバックです。だったかな。僕も全国放送でだったかな。リアルさんに怒られたんですよ。だったかなっていう業界の時にちょっとね酔った勢いで酔った勢いでこうちょっとこうタップをしこうしろって松井さんに言われて、箸持ってお前行ってこいって言われて、バンドがいてこう長嶋の前でこうやっちゃったんですよ。東本コメディをやってるのに、農会終わって長嶋さんに大変失礼しました、酔った勢いでやってしまいましたよ、すいませんって言ったら、貴様リンダーお前宮本の次のお前は演歌部長だって言われて、お墨付きをもらったって、よかった、怒ってなかったっていうので、よかったなっていう。まあでもあれはね、僕がこうやったんじゃなくて、松井さんが行けっていう先輩の命令ですから僕が自ら行ったわけじゃないですから、はい、印象に残ってる試合だったり采配だったりとか。采配がね、一番印象に残ってるのは2000年のシーズン優勝決めた試合なんですよ。あのホームランの時ですか。はい、そう、4対0でもう9回で多分誰もが多分秋を負けたなっていう、はい、で当時中日にいた前田さん、はい、ジャイアンツに来た、はい、池田さん、はいはい、7回8回までもう完璧の抑えって、うん、もうこれ絶対ダメだろう、負けだろうな、うん、で最後初め本木さんかな、本木さんがヒット打って出て、はい、よしバーってなったんですよ、はい、したらいきなり満塁になっちゃって、あれ満塁だからホームラン打ったら同点じゃんねなんていう話を僕ブルペンでした。なるほど。ピッチャー関係なの、ちょうどモニターを見てた、同点になっちゃうねって。そしたらその当時の水野さん、ブルペンコーチが、はい、もうとにかく今関係ないやつはベンチ行けっつって、うん、行ったらドゥワーってなったんですよ。なるほど。中を通ってる時にドゥワーってスタンドが鳴ったんですよ。なんだこれっつって、なんか手入ったぞと思ってパッて見たらもう同点なんですよ。ドワーって、ベンチ行こうと思ったらまたドワーってなったんですよ。そこに行くのに時間かかって、みんながわーってなってると言えなかったんです。で胴上げしたとこに来てない。そうなんです。最後見たのはだからテレビで優勝決まったんですよっていうテレビで見たんですよ。そう、長嶋さんすごいな、うん、持ってるなって。采配じゃないのかもしれないけど、ね、まあ、あんな劇的な勝ち方ないですよ僕。いや今まで見たら そうですよね。夢を与えた試合でしょ。いやもう本当にね、あれ忘れられないですね、長嶋監督は高橋さんにとってどういった監督だったんですか。いやもう神様みたいな存在ですね、うん、野球人で長嶋さんと一緒にユニフォーム着れたっていうだけで僕は幸せですね、うん、それぐらいの人、うん、監督としてじゃなくて野球人として、長嶋さんと一緒にプレーできた、長嶋さんと一緒にユニフォーム着たっていうのが誇りかなっていう感じですね。今後ああいう方って出てこないですよね。出てこないでしょうね、うん、多分昔だったらやっぱ野球というものがやっぱ一番最初にこう愛されるスポーツでありましたから、うん、今はもういろんなスポーツがありますから、うん、もう分散されてるんで、そうですね、まあ応援は出てこないでしょうね。出てこないですよね、うん、その方たちでやったというのも最高ですよね。羨ましいですよ、羨ましいですね。全野球人が羨ましいですね。いや本当ですよ。長嶋監督についてちょっといろいろお聞きしたんですけれども、うん、他にもこういう話が聞きたいなどありましたら、はい、ぜひコメント欄に書いてください、はい、お願いします、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。